今シーズンからアメリカ大リーグシンシナティレッズでプレーする秋山翔吾選手が自主トレ中の下田市で中学生に講演しました。去年まで埼玉西武ライオンズに所属していた秋山選手は下田市で4年連続自主トレーニングを行っています。バットを振るとか、ランニングをするとか、そういうことの繰り返しなんですけど、毎日飽きずにできたのは僕の強みだったかなと思います。子どもたち向けに野球教室を開くなどしている秋山選手は、中学生を前に夢を叶えるためには努力と忍耐、思いやりが大切だと話しました。生徒から野球が上手くなる方法を聞かれると、秋山選手は1日100回の素振りを120回にし、いつでも同じようにバットを振れるように練習してなどと答えました。すべての言葉が刺激的ですごく影響を受けました。いろいろな苦労とか乗り越えてメジャーリーガーとかになっててすごいなって思いました。そのメジャーリーグもそうですし、日本の野球もそうですし、見てもらうきっかけになってくれれば、 あんな喋りに来た人が試合に出てるなっていうのを思ってくれたら嬉しいなと思います。秋山選手は今月18日まで下田市内で自主トレを行い、来月渡米するということです。